はい、どうも、ほかんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、まあ、武器育成において、素材ですね。アイテム、武器を育てる素材が足りなくなった。どうやって集めればいいのか、わからないっていう場合ですね。ちょっと簡単ですけども、紹介していきたいなと思います。まずはですね、こう、押します。アイテムを。で見ましてね、交換可能なのか、こうやって見てみて、アイテムがもう交換し終わってない場合とかありますしね、レイドのね方で交換が可能だったりしますけど、もう終わってます。舞踏会でのありますけども、まあこういったところはね、すでに交換されてると思うんで、こういうクエスト系ですね。クエスト系で見ていけばいいと思います。こういう風にね、載ってますので、まあ、こう見ていけば、好きなところで攻めていけばいいんじゃないかなとか思います。大体ね、こう、載ってるアイテムのね、ドロップアイテムの一覧の中に載っているところが落ちやすいかなと個人的には思います。そうですね。で、あとは今ね、AP1/2消費なんで、まあそこら辺とかもね、周回はしやすいかなと思うんですけども、ドロップがね、これに2倍がついてないのでね、相変わらずちょっとドロップ率が渋いので、今のところはおすすめしないかなというところなんですけども、まあこういった感じで、調べて いければなと思います。で、まあまああとですね、娘の部屋からアイテム図鑑でピースですね。で、強化だった強化、武器ですね。武器の方にこういった感じでですね、一覧が載ってます。だいたい私はドロップ2倍の時には、3桁ですね、3桁揃うように、100個以上各種ね残るようにしてるんですけども、今は、だいぶね減ってきたりとしています。なるべくね、100個残すような感じでやっていけばね、苦労することもないのかなとか思ったりします。で、つい個人的にはね、つい最近なんですけども、このガイデンクエストの、SSR 武器の書ですね、これをちょっとクリアしたので急遽足りなくなってしまったっていうのもあるんですけども、まあ、いずれはこの SR ですね、 SR、R の武器の書両方もね、どっちも、クリアしていこうと思いますんで、こっちとこっちですね、もうね SSR はクリアしたんで、新しい SSR のキャラがね手に入らない限りはこのままでいいとは思います。まあいずれね、こっちと SR と、R の方もね、徐々にクリアしていければなと思います。まあね、そういった感じで、アイテムを探していって、強化武器で逆引きしながらね、どれが、枯渇してるのかなと、なくなってきてるのかなっていうのを見ながら、普段のね、普段のストーリーとかをクリアしていけばいいんじゃないでしょうか。はい、というわけですね、ちょっとまとまりがないですけども、今回はこれで終わりたいと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラーサバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。
動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。